何してた？特に何も別に。この辺とても似合うぞ。何もしてないの本当？おいこのライターなんだ。やっちゃった。いい焼き芋食べたくて、七輪でサンマ焼きたくて、ポッケの影からシガレット。やっちゃった。ほら見ろよ、いけんだろ、ヒヤヒヤもん、こいつでしくっちゃ天国近いかも、胃が痛いかも。あらららららら。やっちゃった。いけんだろ、ヒヤヒヤもん、こいつでしくっちゃ天国近いかも、まだあがけるよ、でも終わったよ。内緒でしたコーコン持ち帰って合体だ。別れ際にまた飲もうよ。でも彼女いるんでしょ。 No No No。 もやしでメモった抜かりはね、気づくはずがね、アリスじゃね。バイト終わって帰る途中、前から来る女二人がね、マーニさん、おーアリス、買い物してたの親友と、アリスの彼氏のキリサメですって。あーパチェっていうの可愛くない？いや今一番会いたくない。一緒なんだよね大学が。開いた口が塞がらない。そんな目で俺を見るな。目が覚めた。一体ここは俺は誰だ。靴下履いたママすっぽん。昨日何した俺母は。飲んだ飲んだよみんなとな。悪霊神社に行ったよな。あとはなんだどこ行った。覚えてるセリフはマフマフ。シャワーの音がすんぼ。落ちてる何かつんぼ。わかった昨日ヒットチェント。やっちゃった。入ったな。綺麗な部屋だな。あれバスタオル一枚のあんた誰。おはようって。おいおい本当かよ。をかけた森屋記念外したら実演間違いねえ。三連単三キュッパ世話になった調子の名は昨夜。こないだ呼ばれたお嬢様。明日からもう来なくていいかな。職は決まらず1ヶ月後。調子は未だメイドですよ。懐かしいなあの頃は。まかないあったしな。今やダンボールがマイホーム。オッケー余裕。外れたら死んじゃおうか。幸せそうだみんな今日は。当たんねえよこんなもん。もう行くべ母はかどっかよ。泣けなしで突っ込んだ1万円。俺もレッスンも終わってね。え、お、あ、サンキュッパ。あった。